カラボリ商店街カラボリ商店街は、大阪市中央区南東部にある商店街。大阪冬の神保に埋め立てられた、大阪城南宋構え掘りの遺構であるカラボリ通りの2種半分、松屋町筋から上町筋に至る、中央区側の東西約800メートルのアーケード、商店街。2009年3月には、新、頑張る、商店街77選に選ばれた。 上町大地の西側斜面に位置する。江戸時代には、商店街の南西は御用河原市の寺島、総座江門による南河原山地で、商店街の南北一帯には、寺島東江門による河原土取り場が広がっていた。そのため、現在も起伏に富んだ地形となっている。谷町筋西側の商店街沿いに、生駒町、生玉近中寺町に続く道沿いに、宮崎町、 田島町、谷町筋沿いに万年町、立藩町、柏原町、上町筋沿いに上本町四丁目南半、札野辻町といった町が形成され、商店街の北東に五十軒屋敷と呼ばれた、鉄砲同心の屋敷地があった。また、その他の場所には二十歳が点在していた。明治初期に武家屋敷は破却されて、二十歳が拡大した。しかし、 明治20年代以降のスプロール現象によって、二十歳と変わらず地取り場は、凸凹の地形もそのままに家屋が密集するようになった。1945年の大阪大空襲では、奇跡的に消失を免れ、昔ながらの長屋などが残り、狭い路地が複雑に巡っている。プリンセスとヨトミ文春文庫、2011年4月、542ページ。ありがとうございます。